はい、明けましておめでとうございます。2017年最初の動画になります。本日は1月2日なんですけれども、ただいま午後9時ですね。午前中は実家で、BS で真田丸の再放送を見て、再び長野市の方に戻ってきたということで、そんな再放送を見た後の上田城防衛戦です。上田合戦ですかね。メインはね、真田昌幸ですね。やっぱり真田は生きる。どのような手を使おうと。大博打の始まりじゃとかね、さすがにそういうことは言わない。おの抜かりなくっていうことでね、タイガー見てて思いましたが、マサイキの旗で高砂5枚ができたらなと、特殊技でそんな思考があってもなんて思いましたけど、で無双ではやっぱりタダカツが来てしまうということですね。三国みたいにバリアブル攻撃があったら、雪メガで正幸のこの六文戦機が使えたらなんてことを想像しましたけど、次の援軍がここでは来てくれてるみたいですね。秀吉からは助けてはいけないというふうにね、越後の親方様が苦悩してましたけれども、敗北条件、敵武将いずれかの上田城への到達。本当にまたこれか、本当に嫌なんだけどこの敗北条件。まあ頑張るしかないですね。敗北なんだよ。難しいったらありしたいですね。徳川軍、城内になだれ込んでまいりました。父上の読み通りでございますね。数の強みを生かして押し潰すつもりであったろうな。門を閉じ、敵を分断せよ。門を閉じただと？抵抗が弱すぎると思ったら誘い込まれたか。まずは城内に入り込んだ武将を討ち取る。連中はすでに袋のネズミである。敵に踏み込む隙を与えては我らがたちまち崩れる。敵を本丸に近づけてはならぬ。
士を討ち取ったり。次はどこを落とすか。頭にさ、ご覧あれ。残りを片付けるか。動揺から立ち直る頭を与えるべきではない。解剖急げ。私が城下に撃って出ます。敵将を撃ってご覧に入れましょう。この入り口付近はなんとかって感じですかね。真田の小せがれが出てきたぞ。その首父親の前に晒してやれ。雪村様に出だしはさせねえ。もう最後で神が力を貸してくれるのはありがたいが、彼らを犠牲にはできん。私がやらねば。友達してましたね。犠牲を出さないため、城下町の敵兵を撃破せよ。雪村で、でその間にも侵入されないようにっていう、また難しいね。我が首を取るのではなかったか。徳川の兵に私を傷つけることなどできぬか。もう限界で俺生意気だ。増強だろ構わず、あいつを討ち取れ。これだけの数を相手に無茶だろ。神はやるって言ってんなら任せりゃ。お前、私が引いては地球への策がならん。まして作兵衛たちを盾にするなどできぬ。急げ。何岡部名乗り、いつの間に入ったよ。急げ。おいおい、さてさて、雪村であれもやんなきゃいけないし、お任せを。そういったらありゃしないですね。京都所詮は小勢、必ず穴があるはずだ。何か開門。真田雪村の一さ、俺に会い。ついつい大久保忠世、松平はもうさっき倒したかな。松平安重倒してない。こういうのを片っ端から確認してないとまた負けちゃいますからね。ちょっと見苦しいかもしれませんが、この程度でいいの赤備えは止められない。無駄死にをするな。道を開けろ。開門。こちらからも敵が。この内気がいる限り進ませはせぬぞ。ただの戦、ご覧あれ。いい名を勝ったのか。内気の手には余る相手ではない。
ない、ほどほどでよい。適当にあしらって引いておけ。敵将討ち取った。近くにはいないよな。いいな、朝の劇は。まあまあ、ちょっと結構漂うが、手になろう。素晴らしいお働きですな。では家康様の恩情を踏みにじるような真似を。うるさい。恩情を被った覚えはない。互いに利があったが故の結びつきだ。利が失われれば離れるのは自明のことである。雪村は別のところに行ってて、プレイヤー同士でね、近くにいるとあんまり効果が良くないですからね。お任せよ。口をダメだ、ダメすぎる。敵将討ち取ったり。次はどこを落とすか。深くを取った。家康様、申し訳ありません。危ないところでしたな。あ、いや、わし一人でも平気でしたぞ。そろそろ詰めとまるか。城外の敵を片付ける。撃って出る。現状、イナが打破してみせます。開門。せっかく用意した策を使わなければ。かの者を村におびき寄せる。寄せる餌があれば簡単なんだけどね。片付いたな。みんな、よくやってくれた。うろうろまさか。また一人でやったんじゃん。あの数を相手に、どんだけだよ。ムロガの暗殺は徳川には知られていないはず。偽のムロガを用意して接触させればいい。こちらから安全に城内に進めます。どうぞこちらへ。ムロガ殿はこちらに詳しいのでしたね。では案内をお願いいたします。いや、イナの真っ白だよ。やっぱムロがやっちゃって正解だったんじゃ。ちょ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 、急げ。おい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 、本丸を占拠されては戦いようがない。思わず前に落としちゃいました。いやいやいや、それはないでしょう。
何今の。え？次の一手も発動しながら一応攻撃して接触してるのにまっしぐらに向かってくってどういうことよ。はい、ちょっとイナチンが猛ダッシュして上田城入っちゃいましたけれども、あれは何だったんでしょう。ちょっと怖いんですが、門が開いた。この後すごい勢いで突入しとったんですけど、せっかく用意した策を使わぬ手はない。他の者を村におびき寄せ。開門。おびき寄せる餌があれば簡単なんだけどね。さて次はどこを落とすか。ムロガの暗殺は徳川には知られていないが、偽のムロガを用意して接触させればいい。稲田の方、こちらから安全に城内に進めます。どうぞこちらへ。ムロガ殿はこちらに詳しいのでしたね。では、明日お願いいたします。なんでこれね、上から行ってくれるのかな。さっきは中央の方へどんどん進軍してったんですけど、あれはバグだったんですかね。ムロがやっちゃって正解だったんじゃん。本丸を落とす。敵将撃ち取ったり。お、イデューラー出した。忍びには忍びでなくは当たれない。お、半蔵を足止めせよ、マサス君。いいねイデューラーで、あー、そう、周辺でもね、ムロが暗殺がやっぱりありましたけれども、小賢しい。今だ、村に火を放ち敵に打撃を与えよう。おい、どこ、小さくってすぐ見逃してしまうんですけれど、家計だなんて、ちょっと下の方に誰か向かいそうな気がするんだけど、いるでしょ。鳥がおびき寄せられてしまいました。朝雪の手強さは重々承知のつもりであったが、ここまでの被害を被ろうとは。もう動いてる動いてる。ここはお引きやれ。この問題は本田兵たちが確保いたす。勝利条件変更。もう本当に油断ならないですね。相変わらず逃げ足は早い。まだもてなしは終わっておらぬという。ええ、今どこ大丈夫かな。あんまり時間をかけてるといいね。グラも別に勇気をしたいところだが、あの男がじゃん。あの複雑な発想の策でしたっけ。打てる者はおるか。自分が迷ってる。
ち払い徳川軍の息をくじく。上の方で忠勝ヒヤヒヤしますね。侵入を阻止せよってされたらもう終わりでしょ。邪魔はさせん。勝負の速さは波じゃないよ。さあどうすんだろう。急げ。素晴らしいお働きですな。まださっきミッションで結構さ、かけばらだろうなんだろうな。雪村で徳川四天王三人も相手してますよ。なんだっしょ、やっぱり手抜いてんじゃねえの。うわ敵将撃ち取ったり。俺の魂ここは大変なんでしょ。何度入ったりしても震えが止まらぬ。故にこそ井戸みたいがあるというものを。良い心意気だ。存分に叩き伏せてくれよ。戦ってそうないでしょうか。敵の力は十分削ぎ落とせた。あとは兄上にお任せしよう。兄上は砥石城から降りてくるんですかね。親子二代で見事な働き、ここは譲っておく。これで終わりと思ってもらっては困る。わしの息子はもう一人おるのだぜ。お兄ちゃん忘れられてないっすよね。あ、ちなみに2周目の敵兵撃破ミッションはなぜか失敗してしまいましたね。最初の命は何だったんでしょうね。ああ、戦勝無双技だったね。インペが敗走しちゃったんですよね。
はい、ということで上田城防衛戦、ちょっとアクシデントもありましたが以上となります。ご視聴ありがとうございました。